はい、スポーツの話なんですけどね、あの我が巨人がですね、今首位を走ってましてね、すごくあの、ちくわ、あ、ごめんなさい、あの気分がすごくいいんですけどね、もう本当光を取り入れる、あ、すみません、あの最高なね感じなんですけど去年と違うのがね、打つんですよ。あの取ってほしいところで点をねちゃんと取ってくれるの。だから言ってみれば、あ、愛の告白と一緒ですよね、なかなかいい打線ってね、なかなかいい打線っていうところですです、まあでも野球といえばですよ、これちょっと告知になっちゃうんですけどね、皆さん、あの僕爆笑問題の田中さんが主催のライブで田中裕二の野球部っていうライブ、野球トークライブ、これを2009年から年に 2,3 回ずっとやってたんですね。でついにそれが本になったんですね。タイトル通り田中裕二の野球部オフィシャルブックと言いましてね、すごいんですよ、出演者が。まず爆笑問題の田中さんがいますね。で、高橋洋二先生っていう放送作家の、もういろんな番組やってる方ですね。で若手の放送作家の猿橋くんっていうのと、僕がいまして、で講談社に勤めてる編集やってるですね小渕さんっていう方、この人はあのただの野球好きなんですね。年間600試合野球を見るっていう人で、すっごい人なんです。あのわざわざ大学のなんか野球の世界選手権見にチェコまで行っちゃう人ですチェコまで行きます普通休み取って。でチェコに行ったら球場で野球友達に会ったって言うんですよ類は友を呼ぶでみたいな話になってて、であとその小渕さんの奥さんというですね、ただの主婦です、この人ね主婦が。なんでこの夫婦が面白くてね、あのこの人と付き合うには野球好きにならなきゃいけないって言うんで、あの大人になってから野球を覚えたっていう、まあ、このメンバーでいつもやってるんですけど、まあ、今回田中さんが山本昌投手とかですね元木大輔選手なんかとの対談も入ってて、で中にはですね、僕のコラムも書いたんですね、選手の人間味あふれるエピソードを集めればプロ野球はもっと面白くなるとかいうね、こんなコラムも書いてますんでね、めちゃくちゃ面白いですよ皆さんそんな感じで聞いてるけどめちゃくちゃ面白いですよ。あとライブ中に僕がボソッと言ったですねネズッチ野球謎かけ集っていうのも載ってるんですねただちょっとだけ披露しますよね、楽天東北楽天のベンチがリクライニングできるんですってっていう話を受けて、僕があリクライニングできんだ、だから初代の監督も倒したんだねとかね、こういうの言ったりとか、買わなきゃダメですよこれ、ね、あともう一個だけね、あの桑田真澄さんがですね巨人の沢村投手に対して大事なのは外角低めだよっていうアドバイスをしたら、沢村が僕は力で制圧しますって言い返しちゃったんですよ、ね、でそれを受けて僕がボソッとね、お生き方はアウトローですねっていうね、こういうのとかね、これがですね、わずか1200円です皆さん、全国の書店で売ってますんでね、もう読んだらもうびっくりすると思う、もう震えが止まんないと思いますよ2つの意味でね、新刊間違いなしっていうね、これだけ神の領域、ちょっと神気味で言ってましたね、いいのか神の領域だからね、まあでも、ね